あなたがいることででした。ありがとうございます。ありがとう、みんな聞いてくれてありがとう。フォローしてくださった方もありがとう。今日はねちょっと深夜配信じゃ深夜配信なのでよかったら見ててください。ありがとう。ちょっと歌えない曲もありますが、よかったらリクエストしてみてください。今日はまだ始まったばっかりです。みんなありがとうね。インスタはあとね、460人くらいで 1.2 万人なので、よかったらみんなフォローしに来てください。お願いします。フォローありがとうございます。バラもありがとう。みんな画面タップもありがとう。ありがとうね。恋はつらい。恋はつらい。じゃあエメさんの恋はつらいを歌わせてください。みんなありがとう。歌ってみます。それでは、エミさんで恋煩い。泣き虫を笑って強がりは気づいて、わがままを許して気まぐれに付き合って、そばにいたくて寒いのは苦手、かじかんだって取って恋煩いでした。ありがとうございます。フォローしてくださった方もありがとうございます。みんなハートウィンもありがとう。ありがとう、ありがとう。よかったら一曲だけでも聴いていってください。シンガーソングライターの音羽と申します。こちらこそ昨日も来てくれてありがとうだよ。こんばんは、ありがとう。ちょっと歌えない曲もあるんですけど、よかったらリクエストしてください。じゃがいも来た。 R さんありがとうございます。じゃがいもさんをありがとう、嬉しいです。じゃあ何歌おうかな、どうしようかな、何しようかな。西野カナさんの Always 歌ってみようかな。これねめっちゃ高いんだよね声が。それではお久しぶりの Always を歌ってみたいと思います。西野カナさんで Always。 迎えてくれた人、おかえり
過ごしてきた日々、そうだ私にはあなたがいた。愛という形ないもの、全てを包む大きなもの、ちゃんとここにあるから、いつもそばにあるから、優しい気持ちが西野カナさんでオールウェイズでした。ありがとうございます。ありがとう。いい曲だよね、この曲。フォローしてくださった方ありがとう。音羽と申します。よかったら見てってください。今日は深夜配信です。寝れない人界隈ですので、よかったら見てってください。ベノムさんじゃないわ、Rさん、ありがとうございます。ポップコーンよ。ベノムって音見たことないな。ありがとうございます。なんか言ってるんだね今。ありがとう。夜勤の休憩中に見てます。お疲れ様です。ありがとう。こんばんは。大原さくら、大原さくら子さんの瞳歌ってみようかな。ありがとうございます。今日は寝れない人界隈ですので、よかったらみんな見てってください。瞳ね。クラゲア YS さん、ありがとうございます。音話してる YS さんかな。ありがとう。クラゲ、瞳でした。ありがとうございます。これさ、音羽小学校の時にめっちゃカラオケで歌ってて、めっちゃ前の曲なのにすごいよね。今でも有名で。ありがとう。フォローしてくださった方、シンガーソングライターの音羽と申します。よかったら一曲だけでも聴いていてください。今日はね、ちょっと遅く始めてこの時間なので、みんなの寝れないお供になれたら嬉しいです。ありがとうございます。こちらこそありがとう。
フォローしてくださった方ありがとう。花水木多いかな。花水木歌ってみようか。じゃあ花水木歌わせてもらって。よいしょっと、花水木ね。の配信ですが、みんなの寝れないお供にしてください。よかったら明日お休みの方は配信に付き合ってくれたら嬉しいです。こんばんは、ありがとう。インスタも皆さんよかったらフォローしに来てください。お願いします。子守歌になってくれたら嬉しいわ。もうみんな寝る時間よ。雪の花、もう冬だからね。じゃあ雪の花を歌おうかな。そう、花金だからみんな付き合ってほしいけど、寝なきゃいけない方は寝てください。お、そばの中でゆっくり見れる、イエーイ。ありがとう、こんばんは。みんなありがとうね。じゃあ雪の花。Thank you.
雪の花でした。ありがとうございます。素晴らしい、ありがとう。おいさん、ありがとう。フォローしてくださった方もありがとう。カフェさん、ハートありがとうございます。愛してる、ありがとう。インスタのリンクにたどり着けない。インスタはね、あの TikTok と同じユーザー名なので、何卒検索してくれたら何卒嬉しいです。夜勤頑張ってね。雪の花を歌えてよかったです。ありがとうございます。素敵です、ありがとうございます。ちょっと待ってね。みんなありがとう。絵描きながら見てるよ。今日もありがとう。毎日絵描いてて偉いよ。小麦粉さん、付き合ってありがとう。それでは魔法の絨毯。みんなハートミーをありがとう。フォローしてくださった方もありがとう。インスタフォローできた、ありがとうございます。みんなよかったらインスタフォローしに来てください。あと460人で 1.2 万人になるので、よかったらフォローしてください。お供してね、ありがとう。あ、ルールさんや、ありがとう。ハートありがとうございます。ビアもありがとう。嬉しいです。フォローしました。ありがとうございます。インスタかな？ありがとう。ジュンさんもハートありがとう。みんなありがとう。今日誕生日です。おめでとう。いいな、誕生日。素敵な日にしてください。また来ました。こんばんは。ありがとう。こんばんは。仕事終わりから参戦。お疲れ様です。ありがとうございます。お仕事終わり。じゃあ何歌おうかな。風になる。ヨシタピさん、風になる聞きたいって言ってくれですよね。風になる歌ね。星に王冠、かわいい。ルルさん、ありがとう。もうね、星と空と、あと、イルミと、星、月がめっちゃ好きなの。ありがとう。じゃあ、ちょっと待って、風になる歌います。忘れないです。
せてゆくよ。ララララ口ずさむ唇を染めてゆく。君と見つけた幸せ花のように忘れていた。風になるでした。ありがとうございます。フォローしてくださった方ありがとうございます。おとはです。ありがとう。じゃ珍しくフルを歌ってしまったけど聞いてくれてありがとうございます。ありがとう。フォローありがとう。おとはです。ありがとう。うますぎありがとうございます。嬉しいです。あなたがいることではね、さっき歌っちゃったんだよね。落ち着く声、ありがとう。みんな落ち着かせられたら本望です。ありがとう。みんなありがとうね。恋する乙女が多いからちょっと歌おうかな。オリジナルはね、いつも基本的には、配信の最後に歌ってるの。歌ってるけど、たまに途中で歌ったりもするけど、いつもは配信の終わりに歌ってます。確かに風になるの印象強いかもしれない。ゲストピさん、ありがとう。根本派も風になるのめっちゃ好きだから、嬉しいです。小麦粉さんありがとう。嬉しいです。ひげ、ちょっと待ってね。恋する乙女が多いので、恋する乙女歌ってもいいですか？Touching
する乙女でした。ありがとうございます。ジュンさんありがとう。これありがとう。フォローしてくださった方もありがとう。シンガーソングライターの乙葉と申します。歌を歌ってるだけですが、お時間ある方、明日お休みの方はよかったら見てってください。あのね、インスタね、今 1.2 万人を目標にしてて、あと460人くらいで 1.2 万人になるので、フォローしてやってもいいよって方、よかったらインスタフォローしに来てくれたら嬉しいです。お願いします。何とぞ何とぞ。センチメンタルキス多いので歌ってみますね。気まぐれロマンティックはさ、サビしかわかんないんですけど、サビだけでもよかったら。インスタフォローしました。ありがとうございます。インスタのアカウントはね、あの TikTok、 あ、インスタ、皆さんインスタはあの TikTok のプロフィールにリンクが貼ってあるので、そこから飛べると思います。もしね、飛べないよって方は、あの TikTok と同じユーザー名なので検索していただけたらすごく嬉しいです。ちょっとお手数おかけしちゃうけど、でもプロフィールにリンクが貼ってあるので、そこから飛ぶのが一番楽かなと思いますので、よかったらフォローしてください。ということで、センチメンタルキス。ありがとうございます。みんなバラをありがとう。フォローしてくださった方もありがとう。フォローしました。インスタかな、ありがとうございます。嬉しいです。 TikTok もフォローしてくれてありがとうございます。みんな、そう、インスタはあと460人切ったと思うんだけど、460人ほどで 1.2 万人なので、皆さんよかったらフォローしてください。お願いします。可愛すぎる。ありがとうございます。嬉しいです。またね、気まぐれロマンティックはちょっとサビだけになっちゃうんですけど、歌ってみるね。画面トップもありがとう。みんなハートミーもありがとうございます。気まぐれロマンティック。
テクでした。ありがとう。ゆわさんこんばんは。ありがとう。ハートミーもフォローしてくださった方もありがとう。音葉と申します。ちょっとね、歌えない曲もあるので全曲は歌えないんですけど、この歌好きですっていう曲があったらよかったら送ってみてください。愛子さんはね、ちょっと有名な曲しかわかんないかも。花火とか。ありがとう、小麦子さん。うさぎのは、あ、うさぎじゃない。後ろのはうさぎです。なんか今言ってたよね。愛子さんは、花火とか、花火とかカブトムシとかだったら歌えるかな。可愛すぎてインスタフォローしました。ありがとうございます。ありがとう、わざわざインスタまで行ってくれて。カブトムシはね、最近歌ってないな。ちょっと待ってね。ありがとう。増田千恵子さんは赤いスイートピーとか、あなたに会いたくてだったら歌えるかな。インスタフォローしました。ありがとうございます。今日インスタフォローしてくださってる方が多いです。嬉しい。ありがとう、みんなわざわざフォローしに行ってくれて。ちょっとサビ。初めましての方、今日はなんか初めましての方の方が多いかもですね。みんなありがとうございます。シンガーソングライターのわざはと申します。今日はね、ちょっと遅い時間から始まったので深夜配信ですので、寝れない方はよかったら見ててください。ヨンさん、花かむりありがとう。ちょっと歌えない曲もあるので、全曲は歌えないのでご了承くださいませ。ごめんなさい、せっかくリクエストしてくれてるので。松田聖子さんの赤いスイートピーを歌わせてください。ちょっと待ってね。ありがとう。すごい、今日なんか早いわ。もう60K いいねになってる。みんな画面トップありがとうございます。ってことで、お久しぶりぶりの松田聖子さんの赤いスイートピー歌わせてもらって。
ございます。ハートミーありがとうございます。なんかさ581人ってなってないけど、なんかさこの前まで何千人もいたのにリセットされたのかな、 何千人かいくとリセットされるのかな。ありがとう、みんなチームになってくれてありがとうございます。ちょっとね歌えない曲の方が多いと思うんですけど、ご了承ください。すみませんごめんなさい。次は何にしようかな。みんなハート目ありがとう。いつの間にかなんかリセットされてた。そんで500人もチームになってくれてた、リセットされたのにありがとうございますね。赤い糸ちょっとわかんないな、ごめんね。寒いかな。水平線？じゃあちょっと水平線飛ばせてくださいませ。さんで水平線を久しぶりに歌ってみたいと思います。ハートミー、冷血の人はカウントされない、なんだそれは、どういうことだ。そうなんだ、あんまちょっと分かんないけどカウントされなくなったから580人になったんだ。なるほどね。水平線できるだけ嘘はないように、どんな時も優しくあれるように、人が痛みを感じた時には自分のことのように戦でした。ありがとうございます。ありがとう。インスタフォローした、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。あとね400人くらい400人くらいで460人か
くらいで、インスタが 1.2 万人になるので、よかったらフォローしてください。そうね、トリプル A さんとかね、ちょっとマジでわかんないかもしれないです。ありがとう。清水翔太さんは何がいいですか？ねえ、ぐせさんね、あのほぼ知ってるんですけどね、ずっと好きだからだけちょっとわかんないんだよね、ほんとごめんなさい。スミカさんはラバーズだったら歌えるかな。ちょっと一番有名な曲しかわかんないんだけどインスタフォローしました、ありがとうございます。ユダさん、ありがとう、嬉しいです。花束の代わりにメロディーをにしよっか。じゃあてんびょうの歌も多いですね。わかったわかった、じゃあ花束の代わりにメロディーをの次にてんびょうの歌。あと400人とちょっとで 1.2 万人になります。ということで、天秤の歌がちょっとめちゃくちゃ多かったので歌わせてもらってありがとう。初めましての方もよかったら見ててください。シンガーソングライターの音羽と申します。何卒出れない人界隈へようこそって感じなので、よかったら見ててください。ほぐれてゆく忘れた
さ。いつまでもいつまでも続いてほしいと願っている。手を取ることはできずとも、私はあなたを咲いている。天狗の歌でした。ありがとうございます。ひげもありがとうございます。ポンさんありがとうございます。みんなありがとう。フォローしてくださった方もみんなありがとう。みんなもありがとう。シンガーソングライターの音羽です。よかったら見てってください。ありがとう。スタンドバイミー、オリジナルは配信終わる最後に歌ってるんですけど、もうそろ終わるから後ほど歌わせていただきます。スタンドバイミー、スタンドバイユー。ありがとう。し、なんて読むんだ、コーフィーさん。ありがとうございます。Thank you. ございました。ありがとう。ありがとうね。皆さんのリクエストをお聞きしながら配信してます。カイトさん、リズルありがとう。諦めた。ちょっと諦めました。もう2回言ってダメだったらもう諦め。ありがとうございます。君が暮らす街めっちゃ好きなんですけど、歌えるかな。清水翔太さんの君が暮らす街ね。ちょっと待てよ。歌最高です。ありがとうございます。応援してます。ありがとう。みんなありがとうね。寝れない人これはいいですので、お時間ある方はよかったら見てってね。
マジで誰でも誰でも見ててください。あ、ありがとう、これポンさんありがとうございます。でした。これね、ちょっと前にハモってずっと聞いてました。ありがとうございます。ありがとう、応援してます、ありがとうございます。そんじゃあとカバー曲はあと何曲か、あと3曲 2、3曲歌って、オリジナルソングを歌って終わりにしたいと思います。ありがとう、初めましての方もよかったら見てってください。シンガーソングライターの乙葉です。あのね、インスタがあと、なんでこれ、すごい、めっちゃ戦ってる、すごい、勝った、あの人ありがとう、スーパーヒーロー、ジュンさんや、ありがとう。何今の、青の人勝ったね。赤の人勝つ時あるのかね。ちょっと待って、あのそんでね、これ本当おもろい、なんだっけ、あ、そう、それで、あともう少しじゃないかもしれないですけど、あと400人くらいで 1.2 万人になるので、よかったらインスタもフォローしてください。皆さん、バンドの曲、寝癖さんとかね、だったら歌えるかな、バンドさん。あ、ありがとう、エレンさんもありがとうございます。フォローしてくださった方もありがとう。明日への手紙、送る歌ね、今日1曲目で歌っちゃったの。あんまり歌わないんですけど、じゃあ一旦ね、ちょっと明日への手紙を歌ってみます。ありがとうございます。フォローしてくださった方ありがとう。シンガーソングライターの乙葉です。よかったら見ててくださいませ。ありがとう。じゃああと1曲、あ、ゆうくんさんありがとう、キャップありがとう。そんなわけであと1曲カバー歌って、オリジナルを歌って今日は終わりにしようかなと思います。そう、終わりにしようかなと思います。そう、ギターは邪魔です。
可愛すぎるシルトウムシトップしてるわありがとうございます。トップしてくれてありがとう。マチュラテは最後歌おうかな、この次。じゃああと1曲はカバー。そうだね、音波今日ずっと暗い曲を歌ってるような気がするので、なんか明るい曲歌って終わろうかな。なんか明るい曲ある？みんな確かに今日ずっと暗かったかも。あ、インスタフォローしました。ゆきさんありがとう。ありがとうございます、嬉しいです。メアありがとう、 Thank you。 そう、みんなインスタね、よかったらフォローしに来てください。ちょっと明るい曲みんな知ってる？ほらさ、明るい曲あんま聞かないからちょっとわかんないな。なんかある？インスタフォローしました、ありがとうございます。あ、そうだね、ラバーズとか明るいね、確かに。じゃあ歌ってみようか。スミカさんのラバーズを歌ってみたいと思います。これさ、コードむずいんだよね、めっちゃ。ありがとう。確かにね、配信だとあんまり明るい歌を歌わないかもしれないので、珍しく明るい音で下げてみたいじゃなくて、締めてみたいと思います。ちょっと待ってね。終わんないけど終わってみます。違うな、カバーの最後はラバーズにします。ありがとう。そんなわけで最後オリジナルソングを歌って終わりにしたいと思います。ふみおさんありがとう、ハート愛してる、ありがとうございます。それでは最後オリジナルソングを歌って今日は終わりにしたいと思います。明るい曲合ってる？合ってるかな。あんまりね、自分では合ってないと思ってるからあんま歌わないんだけど、ありがとうございます。合ってたならよかったです。じゃあ抹茶ラテ歌おうかな。
昨日は君日記歌ったので、じゃあ皆さん初めましての方ちょっと聞いてほしいんですけど抹茶ラテというオリジナルソングを先週にリリースさせていただきまして、マジで自分が思ってる以上に大反響が良くて、皆さんに好評な歌をちょっと今から歌わせていただきたいんですけど、もしいい曲だなって思ってくださいましたら、この後サブスクで聴いてみてくださいってことで、最後抹茶ラテを歌っていきたいと思います。オリジナルの抹茶ラテです。オリジナルソングでした。ありがとうございます。こちらは先週ねリリースさせていただきましたので、みんな登録してる音楽サブスクがありましたら、よかったら聞いてみてください。そんで最後ちょっとお知らせをして終わりにしたいと思います。ユニコーンかわいい、マイブちゃんありがとうユニコーンありがとう。そんで最後お話ってかお知らせして終わります。直近のライブが、10月19日にイベントがありまして、アーティストのしのすけさんのライブにゲストで出演させていただきまして、そこであのしのすけさんとのフィーチャリング、新曲のフィーチャリングさせていただいた曲を初披露するので、よかったら10月19日遊びに来てくれたら嬉しいです。代官山でやります。でインスタにねいろいろ詳細が載ってるので、よかったらハイライトチェックしてください。そんで今流してる抹茶ラテという曲もリリースしましたので、よかったらみんな聴いてみてください。そしてインスタのフォロワーさんは今募集中ですので、あのこの後みんなインスタフォローしてやってもいいよって方はフォローしてくれたらすごく嬉しいです。インスタはねあのライブ情報とかあのリリース情報だったり情報解禁をねしてるのに使ってるので、インスタグラムよかったフォローしに来てくれたら嬉しいです。マッサージありがとうございます。そうありがとうございます。そうでインスタはねあの TikTok のプロフィールにリンクが貼ってあるので、そこから飛べるかと思いますので、よかったら皆さんフォローしに来てください。かなとでちょっとね検索して違うリンクね押せないよって方がたまにいらっしゃるんですけど、TikTok と同じユーザー名なので、よかったら検索してフォローしに来てくれたら嬉しいです。まゆかちゃんありがとう。
さん聞いてくれてありがとう。たくさん聞いてくださいってことで、今日もちょっと夜遅くなっちゃったんですけど、今日も見てくださった方ありがとうございました。ありがとう。 TikTok にはいろんな動画を載せてるので、よかったら動画もチェックしてくれたら嬉しいです。みんなありがとう。明日お休みの方はゆっくり休んでください。明日お仕事の方は一緒に頑張りましょうってことで、ありがとうね。ライブ情報はインスタに載ってます。みんなありがとう。あ、共感ばかりの大好き、ありがとう、嬉しい。ってことで終わりにします。みんなありがとうね。おやすみなさい。バイバーイ。でできるものじゃないんですかね。まあ、それも守るな。そんな感じな気もするよね。皆さんありがとうございます。リカちゃん新しいのいっぱいできたよ。キーホルダー。他のアクリルスタンド。大量に見つめたかってる。グラノーラのピンク、おーちゃんです。ピンクグラノーラのかわいいっすよ、マジで。